コンデコルイセ世、ルイセ世ド・ブルボンは、ブルボンアーサ・フランスの貴族、軍人。コンデコアンギャンコモンモランシー公、大コンデと呼ばれる。ブルボン家文家のコンデコアンリセ世とシャルロット・マルグリット・ド・モンモランシーの、長男。キューレンの死者区はまたいとこ、リュクサンブール公、フランソワ・アンリ・ド・モンモランシーは、登園にあたる。 19歳で30年戦争に従軍して戦い、1642年に21歳で、フランス最小リシュリューから、フランドル方面司令官に任命され、翌1643年に、ネーデルラントへ、新軍、ロクロアの戦いで、老将フランシスコ・ダメルロが率いる2万6000の、スペイン軍を劣勢の兵力で包囲、撃破した。 これほど華やかな勝利はフランスにとって100年来のことと評され、全ヨーロッパの尊敬がスペイン軍からフランス軍に移っていった。同年に神聖ローマ帝国へ移ってモーゼルを攻略し、ドイツ軍をライン側の対岸へ退却させた。翌1644年にトゥレンヌ施策と共にドイツへ進み、バイエルン戦帝国マクシミリアン一世紀の部下でバイエルン軍司令官、 フランツフォン・メルシーとフライブルクの戦いで激突、大損害を負いながらも勝利した。この戦いでは、指揮棒を敵の保留へ投げ込み、白人をかざして、根治連隊の戦闘に立って突撃し、それを取り返しに行ったという逸話がある。1645年に再度、テュレンヌと合流して、ネルトリンゲンの戦いでメルシーを打ち取り勝利を収め、1646年には、スペイン軍の目の前で、 ダンケルクの要塞を包囲する。さらに1648年8月20日、アルトア地方のランスを攻撃していたドイツ・スペイン連合軍と戦い大勝利した。この戦いに先立ち、トゥレンヌが5月17日のツスマルシャウゼンの戦いで大勝を飾ったため、コンデコーは30年戦争でのフランスの勝利を決定づけた。1646年に父が亡くなったため、 今月校、モンモランシー行為を継承した。今月校は、軍人として、破天荒なほどの活躍をしたが、それがかえって、フランス宮廷に恐れられたためか、無本の疑惑を持たれた。ルイ13世泣き後、幼年のルイ14世の摂政であった、王太后、アンヌ・ドートリッシュには頼られていたが、1647年から、 パリ高等法院が最小マザランの儲けた新税に対し攻撃を始め、その対立が宮廷革命にまで高まるにつれ、王室の軍事の要であったコンデコーの立場は微妙になってくる。30年戦争終結から間もない1648年にフロンドの乱が勃発。百四十九年一月、王太后がルイ十四世、マザランオルレアンコーガストムを連れて、 パリを逃れ、サンジェルマンへ避難するときに、コンデコーは護衛として従う。コンデコー派は、詳細小たちとあだなされ、高等法院を中心とするフロンド税と対立することになった。コンデコーは2月に8000の軍勢でパリを行為し、3月に王室をパリに入場させる。ところが、弟のコンデコー・アルマンが、フロンド側と市民に担がれて、 パリ軍の総帥であったところからマザランに疎まれ、1650年1月にコンティコをおよび未経で姉アンヌのオットロングビルコをアンリ二世と共に国事犯として逮捕された。1651年2月、マザランが周囲の圧力から亡命、フロンド側によって釈放されるとパリを後にしてボルドーへ南下、ギュエンヌ、ボワチへ、 アンジュなどのフランス南西部で謀反を起こさせ、旧敵国のスペインと連絡を取る。大大后から思いとどまるように説得されたが、コンデコーは、もう少し早ければ、和議も良かろうが、せっかくここまで来た以上、パリへ引き返すこともあるまいと拒否、内乱を再燃させる。スペイン軍とボルドー、モントーバンなど各地で集めた手勢を合わせた、五六戦の兵を率いたコンデコーは、 ルイ14世をはじめとした宮廷の人々を追って、転戦した。1652年4月7日、ロワール下半のブレノーで、かつての部下、トゥレンヌと互角の戦いを行ったが、攻撃を受けて敗北、トゥレンヌを取り逃がしてしまった。戦後、トゥレンヌを追って、パリへ北上、エタンプの反乱軍と合流して7月2日に、パリのサンタントワーヌモンで、トゥレンヌと再戦した。 この戦いで劣勢になったコンデコーは、パリからアンヌ・マリール・ルイーズ・ドルレアンが、パリの門を開いたため入場、パリ陸軍の総帥となるが、この軍は馬鹿らしく、国慶市にでもするほかないと、自身で評したほど、規律も訓練もなっていない軍であった。スペインの支援も当てにならず、居場所をなくしたコンデコーは、パリから脱出、代わって、ルイ14世がパリに帰還した。さらに十一月、 エーヌ川流域で投影していたところを、チュレンヌに奇襲され、ネーデルラントへ亡命、シャンパーニュの国境で戦っていた矢先の1653年3月、パリ高等法院から、欠席裁判で、死刑判決を下された。フロンドのランは、亡命先から帰国して、政権を取り返した、マザランの手腕により収束したのである。無本人として、祖国を追われたコンデコーは、 1653年からの6年間は、フランススペイン戦争で、スペインの核章として戦い、主にスペイン陸軍を率いてトゥレンの率いる、フランス軍相手に、都市の奪い合いを繰り返した。全体的に、フランス軍が優勢の上、遊軍のスペイン軍が当てにならないためコンデコーは徐々に押されていったが、1653年に、ロクロワを奪い、1657年4月には、 カンブレーを包囲しようとするトゥーレンヌの陣地を、騎兵2000で、外から突破して市外に入場するといった離れ技を演じている。しかし、クロムウェル地下のイングランドとフランスが同盟したため5月に、レーで、イングランド軍が、フランス軍と合流、敵軍が完全に優勢となり、1658年に、イングランド・フランス連合軍を率いるトゥーレンヌに、包囲されたダンケルクを、ネーデルラント総督、 不安補正と共に救援に向かい、6月14日にダンケルク付近の砂丘で交戦した。戦いはトゥレンヌの圧勝に終わり、ダンケルクはフランス軍に落とされ、続くトゥレンヌの進攻も止められず敗北は決定的になった。1659年、フランススペイン間のピレネー条約の講和によって、トゥレンヌが占領したネーデルラントの都市はフランスへ渡り、 スペインの派遣は終わりを告げた。コンデコーは過去の罪を許されフランスに復帰する。1668年ブルゴーニュ総督となったコンデコーは隣接するフランシコンテを征服することを企てた。陸将に就任したばかりのルーボア公の賛成を得ると2月に主婦部山村を包囲、ドール要塞を落とし、3週間もかからずに攻略を完了するという速さであった。しかし、 アーヘンの和訳で、ネーデルラント継承戦争が終結したとき、フランシュコンテは放棄された。1672年からのルイ14世のフツラン戦争に従い、スダンで待機、マーストリヒトで、ルイ14世といレンヌが率いるフランス軍と合流すると北上して、オランダに接近、ライン川を渡り、オランダへ侵攻したが、トルハウスの戦いで生涯最初で最後の戦勝を追い、 ユュレンヌと交代している。しかし1673年に、オラニエ公ウウィレム3世が新生ローマ帝国諸行と、同盟を結んで反撃に移ると、フランスが危機に陥ったため、オランダからロレーヌへ派遣され、ついで、ネーデルラントへ回された。1674年、モンス近郊のスネフにおいて、約4万5千の兵力で6万と称される、ウィレム3世の軍勢と改戦した。 一度は光栄をついて対象するものの、混乱を収集した敵の賢人に挑戦し、自分も部下も七地に入り、馬を倒されて乗り換えること3回、戦意を失わぬ者は、今でこう一人だったと従軍した一主観が証言、するほどの優先を見せた。フランス側は、戦士7戦近くで、捕虜5戦、敵の損害も、ほぼ同数という、このスネフの戦いで勝利した後、 アウデナールデを包囲したウィリム三世に接近して包囲を解除させた。1675年5月から6月にかけてサンブルガート・マース川流域の制圧を息子のアンリ三世と共に行い帝国軍とオランダ軍を分断8月にトゥレンヌ戦死の後を。しかし、これを最後にコンゲ公は軍を退きシャンティ城に引退した。引退後も人気は著しく。 モリエール、ラシーヌ、ボアロなどの文人たちと交わり、彼らが得意の学問や芸術についての、どんな話題を持ち出しても、応答に急することはなかったという。ただし、中部に悩まされ、年齢よりも早く吹け込み、最後の2年間は、大根での面影はもはや見られなかったとも言われる。1686年、フォンテーヌブロー宮殿で65歳で死去。コンデコは、 アンリ三世が継いだ。コンデコは、デュレンヌと共に十七世紀フランスを代表する、名称の一人であった。コンデコゲは、ブルボン家の文家として、以後も徴用され、孫のルイ三世は、ルイ十四世の諸子ルイーズ・フランソワーズと結婚、ルイ三世の妹ルイーズが、ルイ十四世の諸子にあたるメヌコルヨーギュストと結婚、ブルボン家と二重に結びついた。早で、 ルイ3世とルイーズ・フランソワー,ーズの息子ルイ4世は、ルイ14世の彦のルイ15世の接生を、務めている。1641年、リシュリューの名にあたるクレール・クレマンスド、マイユイコール・ブルゼとパレロワイアルで結婚した。二人の間に三人の子が生まれた。アンリ三世ルイ氏、ボルテール、ルイ14世の世紀岩波文庫、1958年、P38、ボルテール、 P36P40 ウェッジウッド P489P497P502P503P524P525P543 ボルテール P53P69 ボルテール P69P77 トモキヨ、P15 から23ボルテール P80P88P97P101 ともき P26P36P40 ボルテール P124P126P141P146P154P173 ともきよ P118P139P143P196P197P201P208 ありがとうございます。